では再開していきましょうか。はい、行きましょう。はい、じゃあ頑張り山から行くぜ。行くぜ。ヘイヘイ。みんないるな。これ全員に話しかけられるの？あ、そんなわけではない。みんな後ろ姿も可愛いね。頑張り山、登りきれたらメダル5枚、初回限定、参加メダルなし、無料で挑戦できるデミ。登りきれたらメダル5枚ということは、全員が最初にもらった5枚と頑張り山でもらえる5枚を合わせれば、5枚と5枚でとどうなるんですか。5と5を合わせたら10になる。早くもゲームクリアに必要なメダルが集まるじゃないか。すげえ。大五郎ちゃんかわいい。しかし、なかなか大きな山ですね。あの独特の見た目の取っ手につかまりながら登っていく感じでしょうか。ヒーローならこれくらい楽勝だぜ。あー、どうしようかな。考えてなかった。足が震えてるぞ。で、日向が言ってるよ。クスクス。なんだと?まあまあ。ゆう先生が最初にお手本を見せるからさ。大丈夫そうだったらみんなも試してごらん。よ、じゃあ、頑張れ先生、今から。あー、なるほど。これがミニゲーム始まるのか。そう。はあ。これがアトラクションか。パッと見、子供向けの遊具だけど、やっぱりなんか嫌な感じがするんだよな。すごいな、なんかオーラを感じる力を持ってるな。まあいいや、さっとクリアしてみんなが挑戦している間に係の人を探しに行くとしよう。頑張り山。さあ、ここはピオスさんの技が光ります。やばい、大丈夫か。心配になってきた。ルール説明聞きます。頑張り山をどんどん上に登っていきましょう。登っている間はどんどん右上のスタミナが減っていきます。はい。で、取っ手に捕まっている間はスタミナが減少しませんが、うん。変な顔の遊具は障害物なので乗り越えることができません。落ちているスタミナ回復ドリンクやアイテムは自由に拾うことができます。なるべく拾うか無視して上を目指すかはご自由に選ぶと良いでしょう。魅力ポイントとしては、ドリンクとあとチケットっぽいやつは、うん、まあ、ドリンクはまあ分かりやすいけど、チケットもね、後に使うところが出てくるから、まあ取れたら取れた方がいいかもしれない。なるほど。え、これ結局何で操作するの？動かすやつで動きます。ああ、オッケーオッケーオッケー。動かすだけで多分大丈夫。うん。よし、どんどん登っていくぞ。いけー。お、頑張れ。で、ここで大丈夫ぞ。なるほど。これどうやって拾うの？オッケー。なるほど。オッケー。オッケー。一応もらっとくか。ドリンクも取って。うん。ドリンク結構全部取った方がいいかもしんない。うわ。あれ、そろそろ登り切っても良さそうなもんだけど。というか、なんか傾斜がきつくなったような。いやー、絶対スタミナ消費量増えるだろう。顔がめっちゃ見てくる。やばい。うわー、怖い。よいしょ。飲め。よし、取って。チケット。戻って。よし。いけいけ。ちょっと一応、オッケー、もらえた。今んとこ、もう完璧ですよ。よしよしよし。オッケー、いけてる。うわ。いつの間にこんなきつい角度に。こんな高い山じゃなかったと思うんだけど、なんかおかしいぞ。これ幼稚園児に無理だろ。いや、遅っ。やばいよ先生、あと半分スタミナ。やばい、どこにドリンクあんだ。やばい先生、まずい。やばいやばい、右右、あのスタミナ頑張って。取りたい。よし、オッケー。あ、危ねえ。あ、でもちょっとしか回復してない。あー、これまずいな。まずいな、もうこれ死ぬな。うん、死ぬか。あ、これはダメだ、しがみついていられない。え、これ結構むずいな。うわあ、ゲームオーバーが出るのかな。あー、落ちてきた。あれ戻ってきちゃった。恥ずかしい。先生先生、滑り台すごい。お母ちゃん
ずるいです。あたちも滑り台やるです。え、あれ、キャハ、すごい悲鳴だったぞ。どんな感じだか忘れちゃった。笑っちゃ悪いよ、ひなた。クスクス。ちょっとカッコ悪かったぞ、ブラック。でも大丈夫だ、敵はこのレッドが取ってやるぜ。あ、ちょっとみんな大丈夫ですか、ユウ先生。ルミ先生、みんなを止めないと。これなんか変です。私が見た感じ大丈夫そうでしたよ、ユウ先生。すごく緩やかに滑り落ちてきたように見えましたし。すごく緩やかに。あり、うへー、落ちてきた。大五郎ってばたーさ、ちょっと颯くんを見習えば。俺はこんなのどうでもいいね。うわー、クールだな颯。ひーちゃん、マリアも滑ってくるね。マリア大丈夫？お膝すりむかないようにね。うわー、みんな追ってきちゃった。なのらやっぱダメだ。みんな普通に遊んでるな。あ、これ遊んでんのか。でもあの感覚、まるで崖から落ちたかのような。俺実は高所恐怖症だったとか。え、これクリアできる？え、もうみんな普通に遊んじゃってる。なるほど。あれから俺もみんなも何回か挑戦したけど、まるで登りきれる気がしない。それに何より、やっぱりどこにもいませんね、係の方。明らかにもう閉館時間を回っていると思うんですが。あ、だから暗くなったのか。やっぱりですか。俺、従業員出入り口みたいなのがあったら勝手に入っちゃおうとか思ってたんですけど、何度見て回ってもそれらしいものが一つもなくて。私も同じでした。そのうち施設側から探しに来るとは思いますが、とにかく一度保護者の方々に連絡しないと。何度見てもやっぱり圏外か。あ、ちゃんと時間進んでた。よかった。一度ユウ先生が見つけたという休憩所に行ってから、もう一度係の方を探しましょう。本当にこれピューロランドの一部なんだよな。それにしたってお客さんいなすぎだろうな。確かに。あんなにいたのに人。ダメですね。係の人もさっきのカエル卵でしたっけ、もういません。どうしましょう。電波も相変わらず圏外ですし。確かに私も足疲れた。もう言葉通じてる。そんなこと言ってもしょうがないでしょ。もうちょっと頑張ろう。マリアも立ってるの疲れちゃった。大丈夫？そこにベンチあるよ、座る？イカルちゃん。ビーフストロガノフの中のポークみたいに言ってること変わったね。難しい。みんなだんだん元気がなくなってきてるな。あれか、煮込みすぎると形なくなるよみたいな、そういうこと？ああ、賢い。ただでさえ遠足の疲れもあるだろうし、無理もないか。いや、でもビーフストロガノフって牛肉だから、ポークってに豚肉だもんな。あれ？あれ？あれ？俺、もうちょっと遠くまで探しに行っています。ルミ先生はみんなを休憩所の中で休ませてあげてください。わかりました。皆さん、休憩所の中で座って待ってましょうか。もうすぐ係の人が迎えに来てくれるからね。わー、不穏な空気が。なんだこの曲。時間でみ、時間でみ。あ、カエル卵。なんだ、閉館時間だから呼びに来てくれたのか。すいません、俺たちもう帰る時間なんです。ちょ、教えていただけると。集金タイムでみ。今日の参加料をいただくでみ。メダル一枚を出すでみ。参加料？
最初に説明したデミ。参加をもって同意とするデミ。毎日一枚払ってもらうデミ。説明ってまさかあの映像の最初に出てきた長文のことか。なんかいろいろめちゃくちゃだけど、とにかく俺たちはもう帰りますから。施設ももう閉館時間でしょ。メダル一枚出すデミ。出すデミ。ですから、もう帰るんですって。子供たちの前じゃ自由に喋れないなら、とりあえず電波の通じるところに案内してください。出すデミ、出すデミ。怖い。ちょっと。ああ、もう。お!いい加減にしてください。まずいって。まずいよ。よくないって。あ。なあ、あ、ギターバタ、ギターバタ、デミ。かわいい。大丈夫ですか?うん。す、デミ。メダル出す、デミ。怖い。うわぁ!メダル出すデミ、メダル出すデミ、メダル出すデミ、メダル出すデミ。夢に出てきちゃう。うわ。メダル出すデミ、メダル出すデミ、メダル出すデミ、メダル出すデミ。メダル出すデミ、メダル。あぁ。助けてー。助けてー。たくさん寝てきたよー。うわぁ、おい、うが、力技。ゆ、ゆう先生。え、ああああ怖すぎる。中身が。いただくデミ。おい、うわぁ。一人一枚デミ、参加料デミ、ルールは絶対デミ、出すデミ。やめてよ、ちゃんと払うってば。いや、やめろ。くそ、なんなんだよ。かわいい。ライムさん、離れないで。まあすごい、竹刀持ってた。なんなんだよこれ。キモすぎる。ああ、もはや認めるしかない。あ、これあれか、ユウ先生か。ここかな。ここはピューロランドのアトラクションの中なんかじゃなくて、俺たちはとんでもない悪夢のような場所、ユーロピアに迷い込んでしまったんだ。うわぁ、怖かった。怖すぎる。マイマイ迷子園。へぇ。あー、グリッチ加工。メダル枚数。あー、全員1枚減ったか。なるほど。みんな遊んじゃったからな。そうだね。参加料で取られるわけだ。1日1枚って言った？うん、うん。あと4日か。4日か？いや、初回。4日だけど。そうか、初回無料みたいなの書いてあったな。そうそうそう。はぁ。ああ、朝だ。朝か。ってことはやっぱり、夢じゃないってことだよな。いただくデミ。結局、全員メダルを1枚ずつ取られて、みんな、泣き疲れていつの間にかって感じで寝ちゃったんだよな。この休憩所が寝床として使えそうなのは不幸中の幸いだった。食べないのかよ。なんだ、食堂の方から聞こえたけど。どうしたんでしょう。ねえ、あれか、シンタ君とワタル君がなんか揉めてんのかな。どうかな。あ、おはようございます。おはようございます。で、これ、ご飯？ああ、用意されてんのか。いつの間にか用意されていたんです。あたちが見つけました。しかも、怪文書も一緒です。怪文書。怪文書？しっかり参加料のメダルを払えばご飯はサービスです。召し上がれ。
追伸、おかわりはないです。ごめんね。大盛りはか。ちょっとかわいい。なんだこれ。カエル卵が用意した食事、ということだと思います。こんな得体の知れないものを子供たちに食べさせるなんて、危険です。でも、お腹減ったぞ。そうだそうだ。なるほどな。あ。あ。まあ、ルミ先生の言うことはすごく正しいとは思うんですが、昨日はなんだかんだ夕飯食べ損ねてますし、このままじゃみんな倒れちゃいますよ。それはそうですが。先生が毒味だ。パク。いいね。あ、ゆう先生ずるいなら。うん、普通に美味しい。少なくとも傷んでたり毒が入ってたりとかはなさそうですよ、ルミ先生。まあ確かにご飯を食べなくちゃ出る元気も出ませんよね。わかりました。食べたい人は食べてもいいですよ。食べたくない人は無理に食べなくていいからね。やった、もうお腹はペコペコだよ。じゃあ俺、まだ起きていない子も起こしてきますね。すみません、お願いします。いやー、まあそうね、なんかよくわからない世界のよくわからない生物に用意されたもの食べたくないよな。うん、しかもこいつ怖いからな。ね。お粗末様でした。デミ、見た目かわいいのに。ねえ、同じこと言ってる。いきなり来るから何をされるのかと思いきや、まさか食器の回収だけしてそのまま帰るなんて。昨日のような恐ろしい様子は全くなかったですね。メダルさえ払えば何もしてもないのかもね。現金のやつだな。それはつまりルールに従ってメダルを集めろって言われてるようなものだよな。幼稚園児には難しいよ。準備はできてるぜ。メダルを10枚集めればいいんだろ。こんなとこさっさと出てやる。俺は出口を探す。シンタさん、ハヤテさん、何を言ってるの。真似すんなよハヤテ。真似じゃねえよ、俺はメダルなんかに興味ない。お前こそおとなしく待ってた方がいいんじゃねえの。なんだと。どっちにしろみんなはここでおとなしくしてなきゃ。出口を探すのはゆう先生に任せてね。そうだよ。そもそも私たちが行方不明になったことで外ではきっと警察が動いてくれているはず。みんなはおとなしくおまわりさんを待ってなきゃダメ。おまわりさんならここがどこだかわかるのかな。え、おまわりさんにもわからないの。確かに日本の警察は優秀だと言いますが、こんな非現実的な場所の特定となると、それは。そうだよ、くよくよしててもしょうがないよ。元気づけてくれてる。私たちでできることをしなくちゃ。探検隊だ。探検隊を結成してこの遊園地を攻略してやるぜ。俺は一人でも十分だけど。探検隊、そんなのは。シンタとハヤテが行くの？めちゃくちゃ不安なコンビなんだけど。どういう意味だよそれは。タンポポちゃんも一緒に行ったら。え、私ですか？ダンデライオンね。そういうことね。うんうん、ライオンもいるなら安心です。そうです、お姉たまなら100人力です。しかしその推薦いただいたからには頑張らせていただきます。いやー、本当は怖いんだろう。ちょっと僕とひなたも行くよ。ひなたがお外見たいって。
見たいぞ。もう忘れちゃった声。おお、これだけメンバーがいれば楽勝だな。うん、まあ、はやてくんがいるなら安心なんじゃない？ダイナミックなメンバーでいいと思う。こうなるとも止められないですね。止めないわけにはいきません。危険すぎます。私たちには皆さんを安全に保護者の方々の元に返す義務があるのに。俺も探検隊についていきますよ。探検隊の4人、いや、日向も入れるなら5人か。あ、ちゃんと分かってる。探検隊の5人の安全は俺がしっかり責任を持ちます。多分どうせ甘めに見積もっても今日明日には助けは来ないと思います。ここはきっと常識が通用しない場所です。子供たちをずっと部屋の中でじっとさせておくのにも限界がありますし、見て回るくらいなら大丈夫ですよ。ルミ先生、ヒーローを信じろ。別に勝手にどっか行ったりしねえよ。そうですね、岡田先生もいますし、僕たちだけで出口を見つけちゃうかも。クスクス。わかりました。相手は恐ろしい存在です。特にあの毎日の参加料。いただくデミ。あそこまでして払わせようとしてくるんです。もしメダルが0枚になって払えなくなったら想像もできません。確かに助けを待つだけではダメかもしれない。ユウ先生、皆さんの安全はあなたに託しましたよ。保育士として責任を持って皆さんのことを見ていてください。はい。そうだ、これどうぞ。これは地図？昨日の夜ここで見つけたんです。大雑把な地図ではありますが、この辺りの探索の足しになると思います。わかりました、ありがとうございます。これがあれば迷って帰ってこられないってことはなさそうです。あー、地図コマンド OK。 なるほどね。あ、すぐ全体マップ移動 OK。 そうです、あの矢印のマップの端に行って移動とかじゃなくなります。あー、楽ちん、ありがてえ。さて、どこを回ってみようか。ルミ先生にもらったこの地図、絵だけで場所の名前が全然書かれてないんだよな。お、昨日の頑張り山の近くにもなんかアトラクションがあるみたいだぞ。ヒーローは逃げも隠れもしないぜ。受けて立つ。はん、この休憩所と広間の間に店が集まったエリアがあるのを見た。拠点近くの安全を確保するのはゲームの基本だろ。あ、そっか、ゲーム脳だこの子。そもそもの話なんですが、メダルとかアトラクションとか関係なく、入場ゲートから普通に外に出ることはできないのでしょうか。回る場所がいっぱいだね。全部回りきれるのかよ。頑張り山の近くのアトラクションに、広場近くのお店が集まったエリアに、この遊園地の入場ゲートか。うん、どこから行こうかな。え、これ行く順番とか関係あんのかな。まあアトラクション最後がいいかも。そっか、じゃあまずはあれだ、入場ゲート絶対無理だと思うから行ってみようか。そんなそんな絶対帰れないと思うから。ですよね、まず試してみるべきだと思います。まあ時間はたくさんあるからね、一つずつ順番に回ってみよう。みんな、怪しいものを見つけても優先生より先に近づいちゃダメだからね。そうね、全部肉壁にならないと。1回目の自由時間、自由時間の間はただ目的をこなすだけではなく、今移動できる場所を何度でも自由に行ったり来たりすることができます。アイテムを探したり、気になる子供たちと交流を深めたり。交流を深めたり？文字通り自由な時間をお過ごしください。さっき選択肢あったけどあんま変わんなかったかも。あ、そうなんだ。なるほどね。地図、そう、開いていただいて、うん、さっき言った3カ所の場所を回ろうって感じですね。なるほど。ああ、増えた増えた。お、これが近くのアトラクションで、これお店で入場ゲートと。うんうんうん。じゃあ、まず入場ゲートから行くか。行きましょう。ウィース。
わあ、怖い。不気味だ。外側はこんな風になっていたんですね。そういえば、俺以外はみんなユーロピアの中で倒れていたんだよな。ま、別に深い意味があるとも思えないけど。いや、深い意味あんじゃねえか。ありそうだよね。それにしても、この辺りだけ霧がすごいな。まあ、ヒーローはこんなの全然怖くないけどな。ちょっとシンタ、勝手に行っちゃダメだって。なんだよ、ブラック。ここから外に出られるかどうか調べるんだろ。そうは言っても、こんな一歩先も見えないほど濃い霧の中に入るなんて危ないよ。でも、じゃあここの調査はどうするの？ユウが先生なんだからユウが決めるんだぞ。さあどれにしましょう？一人になるのは良くない。これ以上やめておこうって言ったら子供たちが納得しない。みんなで手をつないでいくのが一番いいかな。お、これかな。子供たちを連れてこの霧の中に何かあったらどう責任を取ればいい。わあ、選択肢がもうないじゃない。一人で見てくるよって、ま、怖、え、ダメじゃね。ああ、そっか、はい。でもそれじゃ収穫なしだ。もう、じゃあ、まあ。まっすぐ歩けるかどうかも怪しいのに、戻ってこれなくなったらどうする？ちょっと！じゃあ、あ、え、やっぱりか。どうした？ダメなんだよな。昔からこういう失敗の許されない選択は。ああ、なるほど。選ぶのが、俺のせいで失敗するのが怖い。わからなくもない。岡田先生、顔色が悪いですが大丈夫ですか？ああ、ごめん。なんでもないよ。やめておこう。ああ、そうか。こんな濃い霧、あまりに危険だよ。それに、もしこの先が本当にユーロピアの外に続いているとしたら、あのカエル卵たちが俺たちをこんな自由に行き来させてくれるわけがないよ。確かに一理ありますね。私もやめておいた方がいいと思います。一理？岡田の言う通りだってことだよ、バカ。バカとはなんだ、バカとは！この二人かわいいな。いいね、いいコンビ。確かに、この霧じゃここから脱出するのは無理か。さっさと次、行くぞ。もっと裏口とか非常口みたいなやつがあるかもしれないからな。子供たちの安全が第一。だって俺は保育士なんだから。そうだな。間違ってないよな。確かに。最善ではあるかな？難しいですな。次の場所行ってみましょうか、じゃあ。か。じゃあ、お店かな？うん、行きましょう。行きましょう。うわー、デミーがいっぱいいる。デミーに、話しかけられます。はい。おぉ。カエル卵のチケット交換ショップ。手持ちのチケットを支払うことで様々なアイテムと交換することができます。さっき山でチケット取ったじゃないですか。で、これ、アイテムが買えるんですけど、うん、さっき名簿で、なんか、みんなが好きなものみたいなの載ってたと思うんですけど。はいはい。その好きなものとなんか似てるもの、例えば甘いもの好きだったらデザートを買ってあげるとか、隣もショップ一緒なんですけど、なるほど、そう、それとかをあげると親愛度イベントみたいなのがね、ちょっと見れたりします。あ、なるほど、面白い。だからそうそう、なんかまあそうですね、誰か一人気になる子を見つけてその子にこうモアタックするのもいいしって感じですね。ああ、それは助かるな。親愛度イベントみたいなね。誰か行きますか？誰か。正直チケットそれ以外に多分使い道ないんで、ここで使っちゃっても全然いいと思います。なるほど。梨、勉強、桃、お米、ライオン、いちご、かわいいお菓子、注目されること、ママ、和菓子。和菓子はあったな、さっきな。アンパン、本や漫画、アニメ。あ、そうなんだ。ケロッと、ピッピー、卵焼き。何でしょう？
ケロットピッピーってなんだ。お菓子、あ、お菓子全般。あー、友達笑顔牛乳かわいい。かわいい。工作やお絵かきオムライス。なんかあったか？近いもの。なんか、これっていうのはないんですけど、うん、ざっくり。で、なんか、その、超当たりん時はめっちゃゲージ伸びるし、うん、あんまりだとあんま伸びないみたいな。なるほど。これ、感じだった気がする。これ和菓子好きな子、好きそうだな。ただ、ゲージが結構長いので、一人とかに絞った方がいいかもしれない。なるほど。全員は多分無理ですね。あどうしよう。いや、悩んでください。もう二択なんだけどね。シンタくんかダイヤか。あーダイヤくんかな。なんかみんなのこと元気づけてくれたしね。うんうん。でも牛乳っぽいものなかったよな別に。そうですね。うん、なさそう。今はむ、え、後から増えたりするかな。ね、多分い、ああ一生一生は増えない。あ、そうなんだ。うん。なんだこれ。これ公衆電話じゃないか。メダル使えって言ってる。電話。でもこれタッチパネルがついてないぞ。昔の電話はそうだったそうですよ。まあみんなはそういう反応になるよな。でもダイヤルもなくない？実際に使ったことはないし。うん、ダイヤルないよ。確かに。でもこれで外と連絡が取れるかもしれない。何何？カエルコール。メダル1枚でパパやママと3分間お話しできるよ。ニュー先生、ママとお話しするの？ああ、ユー先生のパパとママは、もうお星様になっちゃったからお話しすることはできないかな。にょんにょん、重たい。重たいね。うん、でもこの電話、つまりはメダル1枚で3分間外に連絡ができるってことだよな。ダイヤルやボタンがないってことは緊急用の電話かもしれない。メダルを使ってみる価値はあるな。はは、使った。使うんか。え、ご飯にも使ってるんだ。だって数字だ。もしもし、すいません、こちら緊急用の。ユウ、ユウなの？え、母さん。ユウ、また迷ってるの？な、あ、切っちゃった。うん、あの岡田先生、どうかしたんですか？ 3 分間。ママとお話できた？いや。驚かせてごめんね。なんか、いたずらだったみたいだ。ありえない。母さんはもう、でもあの声は確かに。本当に何なんだここは。死んだはずのお母さんと話しちゃったねえ。また迷ってるのって。あとはないのか。ここはもう一生増えないから。うん、これでも引き継ぎだよね多分。2章も。あ、どうなんだ多分。まあ、ただ今だけじゃなくて、後にまたここ来れるんで、うん、その時にね、やってもいいし。オッケー、ちょっと、もうちょっと悩むわ。かわいいな、みんなついてきてくれるの。かわいい。あー、じゃあ、ここか。行きましょう。行くか。音が不穏。この建物も、昨日の頑張り山みたいなアトラクションなのか。デミ、デミ。かわいい。またこいつらか。やるのか。やるならまずブラックが相手になるぜ。もう盾にした。え、俺。待ってください。昨日とは少し雰囲気が。デミ、デミ、ここは、キラキララビリンス、デミ。
入場料は、メダル1枚でみ。制限時間は、30分。クリアできたら、メダル5枚ゲットでみ。レッツチャレンジでみー。でみー。でみー。ルール説明しに来ただけだったみたいだね。囲まれたから、また昨日みたいに表現するのかと思った。みんな結構冷静だな。確かに。油断ならないな。っていうか、あいつらどこに帰っていくんだ。キラキララビリンス。ね。まとめると、中は迷路になってて、30分でゴールできたらメダル5枚ってわけだな。よーし、今日こそ、このヒーローが一発でクリアしてやるぜ。ちょっと待った。一枚とはいえ、入場するのにメダルが必要だし、中にどんな危険があるのかわからないよ。せめてもうちょっとこのアトラクションについて情報を集めてからにしない。でも今度は迷路でしょ。危険なんてありっこないだろ。勝手に話を進めるな。そもそも俺はこんなアトラクション、やる気はねえ。なんだと？ははん、さては怖くなったんだろう。うるせえな。朝にも言っただろ。俺はメダル集めなんかじゃなくて、そのまま出られる出口を探したいんだ。昨日の頑張り山だって、誰もクリアできないクソゲーだったし。ぐんぬんぬん。ブラック！ブラックは先生なんだから、ブラックがゴーサインを出せばそれで解決だ！あれ、今喋った？え？ああ絵の声がデカすぎて多分マイク取ってくんの。小声で言おう。え小声だった、本当に。キラキララビリンス。やっぱり、頑張り山と同じように、なんか嫌な予感がする、と思う。シンタとカナダは乗り気だけど、どうする？ちょっと選択。どうするの、先生。ちょ、待って待って。そんな適当にやんの？いやー。これで失敗したらまた優先生はトラウマを抱えてしまうよ。と思っちゃうけどね。うんうん。やめておこう。だけど、メダルを集めなきゃいけないのも事実だ。おい！もう言ってるぞ。ねえ。どうするんだ。どうするんだ。やめておいた方がいいって。もう選べない。なんでだ。めっちゃダメな音してる。わかったよ。いやでも、責任に子供たちを危険にさらすわけには。悩みすぎ、悩みすぎ。また。先生は決められない。あ、また、失敗の許されない選択だ。先生である俺が決定したら、みんな俺の言うことを聞いてしまうだろう。それは俺が子供たちの運命を握っているってことなんだぞ。失敗しないように慎重に考えるんだ。岡田先生、また具合が悪そうに見えますが、無理をせず少し休んだ方がいいのでは。あ、ごめん、心配しないで。本当に大丈夫だから。メダルだってまだ4枚もある。4日もかければ脱出なんて余裕だろ。っていうか、4日もこんなところにいてたまるか。こんなアトラクションで遊んでる暇があったら、その時間で出口を探した方がマシだね。いいのか、ブラック！ハヤテのやつあんなこと言ってるぞ！とりあえずは、いろいろ回ってから決めようか。今日は一回出直して、みんなで相談して、それでも挑戦しようって話になったら、明日改めて来よう。それでいいよね。僕はどっちでもいいよ。そうか？まあ、誰も来ないんじゃしょうがないか。決めれなかった先生。一方、その頃。あれだから、急に緩くなったな。
大五郎さん、大丈夫？具合でも悪い？ううん、大丈夫。でもママ心配してるかなって。そうだよね。そうだね。あ。あ、お腹鳴っちゃった。へへへ。あ、かわいい。さっきカエル卵が持ってきたお弁当食べたばっかりでしょ？そういえば大五郎、お弁当にいつもでっかいおにぎり食べてるよね。うん。ママがいっぱい食べなさいっておにぎり3つも入れてくれるんだ。3つも食べてるの？朝ごはんと夜ごはんはしょぼいから全然食べられるぞ。なんか家庭環境が見えちゃうな。ね、見えちゃうね。うん。それに、たまに具がいっぱい入ってることもあるからな。ああ、ママのおにぎり食べたいな。ああ、てか顔に絆創膏だらけなのもそういうことかって思っちゃうわ。じゃ、明日は私のお弁当半分あげる。あ、イカルちゃん！いい子！え、いいのか？でもやっぱいいよ。イカルもちゃんとご飯食べろよ。あ、大五郎ちゃんもいい子。いい子。いいのいいの。食いしん坊はたくさん食べな。じゃあ、ヒカルさん、先生のお弁当を半分こしようか。大丈夫だよ、ルミ先生。大人は大きいから、いっぱい食べなきゃでしょ？そんなの気にしなくていいんだよ。先生は、ユウ先生みたいに出口を探しに行ってるわけでもないし。ルミ先生も出かけても大丈夫だよ。みんなは私が見てるから。え、ううん、そういうわけにはいかないから。いけません、渡るくん、自販機は食べ物じゃありませんよ。何やってんだか。私ちょっと見てくるね。面倒見がいいの。かわいいな、うん、ひかるちゃん、いい子だわ。はあ、今日の探検隊の任務はこんなところかな。みんなお疲れ様。ふう、優秀完備、無事終わってよかったです。四字熟語が好きなのかなね。疲れたね、日向。大した成果はなかったけどな。う、あれだけ徹底的に調べて裏口の一つも見つからないなんてな。あ、ゲームで遊んでる。これなんだね、でもなんかインターネットの対戦とか言ってたけど。あ、確かに。そう、何やってるんだろう今。ゲームボーイアドバンスにしか見えん。古すぎる。絶対違うと思うけどね。さすがのヒーローも歩き回りすぎてエネルギー切れだ。なんか俺、慎重になりすぎで結局いいところ全然なかったな。せめてアトラクションに挑戦してメダルを稼げてさえいればな。でも、ここでは一回の間違いが取り返しのつかない結果を招くかもしれないんだ。仕方ないよな。ま、明日こそはこんなクソゲー、さっさと終わらせてやる。明日も同じメンバーでいいな。みんな、ご苦労。ご苦労。ご苦労。休憩所のルミ先生に話しかけることで自由時間を得ることができます。なお、今後も何度か自由時間が発生するため、今の段階で全てをこなさずとも大丈夫ですよ。なるほどね。んー、じゃあ、今日はセーブしてこれで終わりますか？了解です。あー。まだなんか、始まったばっかりというか、でもピンチというような。うん。なんか感じですね。じわじわとタイムリミットが迫ってる感じするよね。うんうんうん。ああ、やだ、誰も死なないでくれ。一応これデスゲームですからね。ねえ。怖いな。ってことでまた次回、お疲れ様でした。お疲れ様でした。